これの次。はい、よろしくお願いいたします。このホローローという言葉にはとても意味が込められているんですよね。そうですね。どんな意味が込められていますか？はい、ホロロという言葉には人の心を動かすっていう意味があります。ということはこれから演舞で私たちの心を動かしてくれるわけですね。もちろんでございます。それでは動かしていただきましょう。ホロロ一座の皆さんです。はい、ホロロ一座でございます。よさこい全国大会初参加ではございますが、思いっきりな演舞で皆様に元気と笑顔をお届けいたします。ですのでどうぞ温かい手拍子、足拍子、お心拍子とともにご声援のほどよろしくお願いいたします。ホロロ一座2019年度演目はザ・祭り一揆、参ります。ホロロ一座祭り一揆の仕事。始まりします。 おっさあ今を